自分がもし女性だったら好きな男性にバレンタインに贈りたいものは何でしょうか。チョコ以外でお答えください。ではまずは予想した方の皆さん、予想した方の皆さんから一斉にフリップを上げていただきたいと思います。ではどうぞ。さあ、いろんなことを予想されていますが、何あれ、なんだこれ。見ない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 。杉山さん真面目。おー、分かってらっしゃる。では、天真爛漫チームから一つずつ答えを確かめていきたいと思います。はい、はい、鈴木さんが、ま、女性だったらこれをあげるんじゃないかなって梶さんが予想したのは、はい、口づけ。はい、辰久さんは、はい、すごいこう色男な感じするんです。あ、だから女性になったらすごい自分からグイグイいくんじゃないかなと思って。ああ、うん、もう奪うぐらいのあれで唇を奪うんじゃないかなと思って書きました。はい、それを聞いている鈴木さんの表情が硬っ。いや、なんかこう家事が喋れば喋るほどどんどんこう会場の空気が硬くなっていくから。俺どうしたらいいのかな。全然分かんなかったです。全然分かんなかった。答えが知りたいです。答えが知りたい、はい、じゃあそれではその答えをここで明らかにしていきましょう。鈴木さん、何すか。はい、今年のバレンタイン。いあなたにこれ用意したの。はい、お金。もう消費者金融なんかで借りちゃダメだからね。紐か。すごい。お金ですか。はい、お金と口づけっていうこの絵面がとんでもないですね、もう。だってなんかことで家事買えなそうなものとか買いそうだから。買えなそうなもの。すごい、それでこう借金とか持ってそう。あ、僕にくれるんですか。うん。え、そういう設定じゃないの。あ、そうなんですか。え、そこの設定はだいぶプラスが乗っかってますね。自分が女性だったら、女性だったらだけでいいんです。女性だったら一流の男性に。だから一流の男性が女性だったら梶さんだって言ったらそれで正解ですけど。じゃあそれで、それで、それ、はい、ありがとうございます。しかしクイズ的には残念ながらノーポイントでございます。はい、天真爛漫チームでございました。じゃあ続いて行かせていただきます。裏切りチームなんですが、まず予想されたイラスト、三沢さん、イラストで、しかもなん、え、なんかすごい特殊な衣装を身につけてる感じの女性。ですね、はい、あの日野君というのは、はい、あの割とこう多感な時期ですから。そんな時期じゃないような気もしますが、まあ、割とあの、なんですかね、ストレートな方がいいのかなと。おお、なるほど。あのね、あのプレゼントは私よという、このリボンをね、体に巻きつけて、ね、なるほど。ああ、はい、ここはここら辺に結び目ですね。なるほど、なるほど。これリボンですね。はい、ちょっとびっくりした、妖怪かと思いました。教育的な観点からちょっとあの谷間のみにさせていただきましたけど、ね、こういった、まあ、体ですね。すごい、あの普通の人生を送ってるとまずそういう出来事起きないんですけど、はい、これが思いつくということは、遊佐さんはひょっとしてそういうことが人生で起きたことが。いや、これは日野くんをあくまで推察した時に、日野さんを、それとの方がいいと、ベタが好きかなと。そんなことないですよ。全然ないです。さあ、それでは日野さんのお答えはどうだったのか見せていただきましょう。どうぞ。手作りのケーキ、それとも合ってるじゃん、合ってるじゃん、当たってるじゃん。正解。おお、相性ぴったりです。相性ぴったりです。じゃあもしあの女性だったら、もうバレンタインにそれとも私と言ってしまうだろうと。攻めますね。おお、そして遊佐さんが言うは言ったものの、本当に来たら嫌だなっていう顔して見てるから。ちょっとまた素敵でございます。ということで裏切りチーム、こういうシチュエーションですよ。こういうシチュエーションです。うちは分かりやすい、文字情報と絵情報が両方ありますから、ね、表現方法も裏切ってますからね。ね、ある意味こうテロップまで出ちゃったみたいな状況ですからね。そうですね。ということで正解おめでとうございます。では続いていかせていただきます。では使用人チームなんですが、使用人チームなんですが、まずトーチさんのお答えなんですが、はい、すいません、もうトーチさん、いや、あのですね、もう今フィリップから顔を出せない状況なんですけれども、まあ、小野くんといえばなんかイカが好きだっていうのをちょっと聞いたことがあるような気がしたので、どこで、まあ、全く今の全く嘘なんですよ。実は僕は問題の趣旨を勘違いして、僕が好きなもの書いちゃって、あ、そうだ、予想じゃなくて僕が好きなもの書いちゃったんですよね。本当申し訳ありません。はい、当たってればいいなーなんて、結果的にはね、当たってるかもしれませんから、当たってるよねっていうそのキャラクターの当たってるよねが若干腹立ちますね。腹立ちますね。本当
本当すいません、ね、ああなるほど。確かにラジオの時おっしゃってました。あ本当ですか。僕はイカが好きだって。そうなんです。はい。でも、ええ、だけどそれをここでバレンタインという単語からイカを思い出すのは相当アバンギャルドな、はい、まあでも近いところあるかもしれない。近いことあるんですか。はい、じゃあそれでは予想された小野さんの脳内はイカなのか見せていただきましょう。どうぞ。イカであれ。心のこもった手紙です。あ近くないじゃん、ね、イカに書いた白いから。小野くんが若干嘘をついてる。封筒が白いから、ねね、いやあとね、はい、トッチさんそんなにふざけないかなーなんて。いやいや、そしたらイカの三段活用してきましたよ、ね、まさかのドシュールっていう、ドシュール予想の斜め上をいかなり、これは今日かなり厳しい、もう一問もないです、はい、せっかく一問もないです、はい、せっかくね、あの一生懸命考えたんですけど残念ながらここは不正解でございました、はい、でもまだ続きますから、はい、さあ次行こう行きましょう。さあそしてインドチームですが、はい、インドチームまず安本さんなんですが、いつもより短めのスカートの自分でジョーアギャジョーアギャ、はい、かしずきます。基本的にはなんか肉弾が好きな人が多いんですかこのクロスチームは。そうですね、フィジカルコンタクトばっかりですね今これ。そうですね、フィジカルコンタクトじゃなかったらイカですからね。じゃあそれでは、これに対して立花さんすいません先ほどから何度も失礼しました。とんでもないです。立花さんの、脳内はどうなっているのか、どうですかこのお答え見てまずどう思いました。いいんじゃないですかね、だってロマンチストなんですよシンノスって結構。ほうほうほう。だからイベントこととか大事にしそうで、こういう頑張りとかしそうな気がするんですよ。単に私じゃなくていつもより短めのスカートがちょっと分かるねみたいな、はいはいはい、のところがあると思うんですよ僕、彼にはちょっと深読みしたかもしれないですけど、はい、今のコメントを聞かれてどう思われました。大丈夫です、心は通じてます。これ通じる。大丈夫です。さあ通じているという。嘘、逆にびっくりしてきた。では出していただきましょう。お願いします。首は。すごい早くブーって言いましたね今ね。ちょっと待って細い字を見て。で上上げや。そこだけじゃ正解ですね。当てる当てる正解です。すごい当てる。いやこれこの首はちょっと2個解釈できますよね。はい、あの自分におい優つけちゃいなよなのか、優つけさせろよなのか。ユウつけさせろよの方です。つけさせろ、あそっち。つけさせろの方ですね。はい、引っ張りたい方ですね。あ、買っちゃう系の方ですか。堂々女だったら女王様宣言ってことですよね。そうですね、そっちの方がいいですね。ああすいません、そんな怖い目で S の目で見ないでください。すっごいこう、すっごい、おお目力の無駄遣い。でも残念ながらクイズ的な不正解でございました。悲しいです。そして最後のチームいきたいと思います。お二人のこの答えが、はい、どちらか当たっていればこのチームは正解とちょっと有利な条件なんですが、はい、そしてもうここまでいっぱい出ている私という答えが、はい、諏訪部さんの脳内に浮かんだのじゃないかという。来たね来たね。これも諏訪部さんというよりも、はい、僕が欲しい言葉ですね。私っていうふうに女子に言われたい。言われて、言われたことはない。ない。あでもそれ諏訪部さんが言ってくれるんですよ、もしそうなったら。現実になったとするとこの話。まあ固まりますよね。まあ固まるよ。あ考えたくなかった事実でしょそれ。そうですね、そうなります。まあ貴重なものですからね。貴重は貴重。貴重は間違いないと思いますけど、いい仕事するよ。さあこの堂々たる自信はどこから来るんでしょうか。はい、続いて、こういうクイズに杉山さんに参加していただくことが申し訳ない気持ちすらしますが、杉山さんの答えがなんかちょっとも面白くない答えなんですけど。いいんです。そういうことじゃないんです。大丈夫大丈夫なんです。のんちゃんオッケー。杉山さん、はいはい、そうですね、最近曽部さんとちょいそうですね、イベントでご一緒するときに、はいはい、着物を着てらっしゃることが多かったので、はい、きっと、はい、女性だったら着物をきれいに着こなして、さらにこう相手にも着物をあげるんじゃないかなと。はい、すごい杉山さんと話してると心が洗われるようです。なるほど。ありがとうございます。さすがよく分かってらっしゃるお二人とも、ね、はい、さあそれに対して諏訪部さんは一体どんな脳内を持っていらっしゃったのか、どうぞ。いきますよ。でで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 。あたた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 た。お前はもう愛してるみたいな。そんな体でお願いします。このチームゼロから増やす気ないぞ。大丈夫か。ってことで、見事正解だったのは、結局裏切りチームのみでございましたね。おめでとうございます。
で今回も見事答えが一緒だった場合は、うん、20ポイント差し上げたいと思いますんで、はい、はい、それでは考えていただきましょう。どうぞ、うん、あ、ごめんなさい、モテ出しちゃった。問題を、何問題だな、それを当てるのね、何すげえ間違えた、それを当てるのね、失礼いたしました。第2問はこちらでございます、はい、第2問は、女性を見るときまずどこを見ますか、どこが気になりますか。書いた、早っ安本さんめっちゃ早い。そして、こういう質問も杉山さんにもすいませんがさせていただきますのでよろしくお願いいたします。では書いてください、お願いします。それでは参りましょう、どうぞ。寄らなくていい、寄らなくて。えらい絵面になっております。ということで、杉山さんが女性のどこを見ているかというのをじゃあまず諏訪部さんからお伺いしたいんですが、はい、やはりオーラではないかなと。オーラ、いや杉山さんはあの僕らと違ってピュアな心の持ち主なので、いろいろと僕らの目、薄汚い僕らには見えないものもきっと見えているんではないかなということで、おそらくこれで正解だということで、はい、お願いしたいです。すみません、5000人を代弁していいんですか、はい、誰いやなんとなくオーラでイメージで書いたらどんどん違う方向に行っちゃったんでまあいっかって。そうね、ね、まあ、とりあえず、まあ、女性のオーラを見てるんじゃないかというお答えと。はい、はい、じゃあそして福山さんなんですが、福山、瞳ですね。瞳、やっぱり人と会った時は目を見て話さなきゃいけませんからね。お、僕大阪出身なんですけど、目と目を会った瞬間にですね、はい、こう何かが起こる可能性ありますからね。大阪だとそうなんですか。いやー本当にね、これ女性と会った時はなんかあっと思うかもしれないですけど、男同士で会った場合はね、あの結構大変なことになることがあります。意味が違うじゃないですか意味違いますよ、ね、それぐらい瞳というのは人に間に乗ってて、ね、とても大切な部位なんですね。なるほど、あの、その確かに目は口ほどに物を言うみたいなこと言いますけども、はい、さてこの瞳という答え、この文字のフォントに比べるとだいぶまともな答えと言えるでしょう、うん、さあそれでは実際のところ杉山さんはどう答えになったのか見せていただきましょう、はい、お願いします。はい、おさすが福山君、分かってます。ほらほら、瞳瞳、はい、今ことさら強調して書いてる。いやでもあのオーラって書いてらしたんですけど目をすごい強調されてたんで、うん、ここポイント、はい、なんか5点外れ、あながち全部外れてもいないのかなっていう気もしましたけど、うん、はい、杉山さんそんなとこまで気ぃ使わなくて大丈夫ですから大丈夫ですから、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということでこのチーム福山さんがでもどちらか正解でポイント入りますからね、はい、やった、はいはい、初めてここの電光掲示板に意味が出ました。20ポイント、イエーイ。続いてインドチーム行かせていただきたいと思います。いではインドチーム、あ、まず安本さんの脳内はこうではないかと、うん、はい、橘さんが予想されたお答えお願いします。足、これね、前続き読まないので上上げや、まあ、これ当然ですね。上げや、いや前なんかエクストラサイドのラジオで、あのインドチームで、はい、あのカジ君がね、カジ君が来なくて、なんか来なかったんだよね。そう、はいはい、来なかった、あいつ来なかったから現場にバクれたんだよ。そう、バクれてないに僕ら2人で行きたかったんだけど行けなかった僕ら2人でやった時に、はい、なんか、あ、そっか、したか、フェチ話をしたような、ね、してないようなっていうのでちょっと覚えてて、ね、足だったか絶対領域だったか忘れましたけど、まあ、絶対領域は足だかなだから、ね、でも多分足だったんじゃないかなと。これ予想する分には広く取ってた方がいいですもんね。はい、そうですね。さあそれでは安本さんのお答えは何でしょうか、どうぞ。しんのせえらい、お、正解、ありがとうございます。点数取っとかないとね。そうだね、僕ら0点だからね。一番恥ずかしいからね、初めてクイズという感じが出てまいりました、はい、充実感にあふれています。ありがとうございます。なんか俺たちもちょっとホッとしてます。よかったよかったそう、こういうのは一番初めに出てほしかったんですが、さあそれではどんどん時間がかかる吉田さんはい、すいません、僕はあのあそこだったんで今答えが見えなかったんですがなるほどね、ということで、あの小野さんにお伺いしたいんですが、トーチさんが女性のどこを見るかというふうに予想されて、はい、イカです説明させてください。はい、お願いします。イカって白いですよね。イカ白いですね。なんかあの肌の白さみたいなところ、はい、あと雰囲気あと香り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 はまずいのかね。 No, 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 no. 雰囲気随分後乗せしてくるけど何それ
不安なんだ。でもこれで来る可能性が結構あるんだ。賭けです。これでもその女性がなんか実家がイカ漁船の人とかじゃないとこの可能性かなり低いと思いますよ。それもあると思います。ありえると思います。はい、イカ漁船の方、限定でイカ料理が得意な方、イカ料理が得意な方、イカに関するサムシング何か持っていらっしゃる方が好きだと思います。わかりました。それではサムシングイカなのか、トーチさんのお答え見せていただきましょう。どうぞ。はい、すいません。これをトーチさん、なんか自分で読みたくないんで、ここ読んでいただいてもいいですか。はい、あの心の奥底に潜む黒い部分、かっこ闇とあるんですが、はい、やっぱ僕そういう女性が大好きなので、はい、どうしてもそこをどうにか見ようと、真っ先に見ようとしますね、はい、でもう一回5000人分の疑問をもう一回聞きます。誰、はい、え、当ててよの小野くんって言ってる人は誰？誰？これお誰、女性の感じです。女性の感じ。怖い。でもその人黒い部分持ってるんでしょ、はい、怖いわ、ええ、確かにちょっと怖い部分持ってそうなタイプの女性ですよね、はい、これ化粧が濃いっていうのはこれだけのシンプルな絵柄なのに分かるのがすごいですもん。あ、ちょっと待ってください。はい、この方はイカはお好きですか？イカ大好きだと思いますよ。ちょっと好きにさせます。さあ審議、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 やったー、審議するの、ありがとうございます。これで OK なら何でも正解じゃないですか、この問題。闇かイカか。やった、言ってみるもん。あなたには心にイカを抱えていますよっていうわけですよね。ということですよね。ということで、なんか無理やりな感じがしますが、20ポイントゲット。ありがとうございます。やった、小野くんありがとう。いや、こちらこそ。さあ、そして、はい、あ、もうずっと持っていただいてますが、日野さん、はい、ゆささんがどこを見るかというふうに思うのは、そういうことね。絶対で、え、どういうことですか。すみません、今更お聞きする問題何でしたっけって聞こうと思ってたんですけど、足、ちょっとお話に夢中でしたので、ちょっとお伺いする機会がなくてですね、失礼しました。ちょっとあの女性見るっていう断片的な、はい、あのワードから問題を作成しまして、はい、女性を見る、日野くんが考えてる方を考えちゃいました。ああ、日野さんだったらこうなんじゃないかと。そう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 、ごめんなさい、これは脳内で、あのゆささんの脳内のことをそのままバッと出していただける。 僕の方ね。そうなんですよ。逆にね、逆にそっちの方ね。そうです、これで正解したら奇跡ですよね。そっちか、奇跡は奇跡かもしれませんが、まあ、あの自分のこれどうですか、この答え自分に置き換えてみて、はい、自分としてはこれは僕ではないですね。ではない、はい、ではないですか、はい、だけど日野さんの今までの行動からするとこうなんではないかと。こうなんじゃないかなと。わかりました。じゃあそれでは日野さんの脳内のことを吉田さんどう考えてるのか見せていただきましょう、はい、どうぞ。逆になってるんですか。お、88の D カップ、すごい早かった。今残念な感じになっちゃいましたよ。これセリフですね、これね。これ体の一部っていうことで、ええ、足と胸でいいんじゃない、ええ、実際のところはゆささんはあの一番初めに女性のどこ見るんですか。僕腰ですね。腰、はい、腰、はい、え、なんですか、あのスポーツ選手のスカウトとかやってらっしゃるんですか。いや、そういうわけじゃないんですけどね。じゃなくて、はい、一応ちょっとね、日野くんを考えすぎ、意識しすぎましたね。で、あの、じゃあところで、ゆささんから見たとき、日野さんは、はい、意外と88の D カップ、大きめが好きっていうふうに理解されている。いや、全く知らないんですけど。実際のところは足見ますね。ああ、じゃあこれでいいんじゃん。自分の答えだったってことですよね、これね。そ、まあ、まあ、でも、ゆささんの予想で俺は書いたんですけど。そうですね、残念ながら、残念ながらそれだと当たっていなかったと、はい、いうことで、残念ながらこのチームポイント入りませんでした、0点。イカが OK で。俺もこっちのは近い気がしますよね。近い気がします。人じゃないんだよ、だって。そうですよね、甲殻類ですもんね。残念ながら、でも申し訳ございません、哺乳類同士ですけど、これも残念ながらなしとさせていただきます、さあ、そしてやっととどりついた感がものすごいあります。鈴木さん、お待たせしました。そうなっちゃうよね。くたびれますよね、さあ、ということで、どういうふうに、カジさんが女性のことを見ていらっしゃるのか、鈴木さんの予想だと、胸と思わせておいて実はお尻。このフェイント感は一体どういうことなんでしょうか。最初胸見てるかなと思わせておいて、実はすごくお尻を気にしてるっていう。あー、ベーシックなのが好きそうな感じがしたんですよ。ベーシック、すごくこう胸かケツかみたいな。あー、なるほど。分かりやすいですね。そう、イカとか難しいことは言わないと。言わない。なるほど。じゃあそれでは、そういうところでいくんじゃないかなと。ベーシックなお答えなんでしょうか、見せていただきましょう。岡地さん、どうぞ。僕ベーシックなんですけど、あと漢字間違えちゃったんですけど、足。それなんて書いてんの。イカ。え、なんでイカが。お前イカ。足、絶対領域万歳。イカは万能じゃないよ。吉田さん、吉田さん、はい、うん、あった、うん、うん、
うん、すごい。やった。ほら、ちょっと待って。チーム違うよ。これ両チームに入る。やった。これ両チームに10点ずつ入りますよね。これ両チームに。そうですよね。絶対領域まで一緒ですもん。だってイカが入るんですよ。さあ、横の融通という新しい形が出てまいりましたが、横の足、肩まで一緒じゃないですか。そうですよ。そして絶対領域。どうなんですか、この資金繰りは10ポイントずつみたいのでいいんですか。じゃあ10ポイントずつ差し上げます。いや言ってみるもんだね。審査ですね。やったー。すいません、小野さん、はい、僕はカジ君とイカイラスト合致してるんですけど、イカイラスト僕には10ポイントをいただこのチームにはいただけないんでしょうか。じゃあ俺ら20ポイントっていう。じゃあ僕らが20ポイント。おかしいよ。入っちゃったね。入っちゃったね。はい、ということで、じゃあまあお互いに10ポイントずつ入れていただきましょう。なんだかわからないうちに天津生チーム70ポイントまで検索が伸びてます。すげえ。やったー。なんかいいよ。グッジョブグッジョブ。当たってないのに。いい感じいい感じ。